こんばんは、ハガセブンよ。今日は減量前の最後のジャンクフードってことで、札幌一番醤油ラーメン2人前を作っていくわね。水を1リットル鍋に入れたらネギを切っていくわ。この包丁さばきを見てちょうだい。おろろ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 ろ。次に麺をぶち込んでダイナミックハリケーンしていくわ。あなたの心に降る雨粒を、私のダイナミックハリケーンで吹き飛ばしてあげるわ。わけわかんないでしょ。次に怪しい粉を適当に入れたら、ダイナミックハリケーンされた麺を豪快にタラ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 ちゃんでーす。一瞬ボブマーリーを挟んでネギを落としていくわ。足りないスパイスはオイスパをしていくの。実は胡椒は筋肉痛を取ってくれる効果があるの。嘘よ、バカじゃないの。そんなことあるわけないでしょ。次にスクランブルエッグを作っていくわ。卵を1枚、2枚、3枚、ケル。マイケル、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 マイケル。わけわかんないでしょ。そしたら、中華の巨匠、剣、ああ、違う。陳健一も認める鍋さばきを披露したと思ったら、次はお皿に豪快に盛り付けていくのよ。おおよっこい正一。それではいただきます。伸びる伸びる、ストップ。ストレッチマン、はいそれ。吸引力の変わらないただ一人の一般男性、それがハガセブンよ。班長、副長、僕マッチョ、はい、オッケー。うめえ。